元泉寺は、大阪府貝塚市にある浄土新州本願寺派の寺院。本尊は、阿弥陀如来。紀元は行記が建てたと伝えられるヨデから始まり、本尊の阿弥陀如来立像も、行記作とされる。応人年間に、本願寺の連女が立ち寄り競技を解いたことから、1545年に、根ゴ寺より、右京坊を十字に招き、1550年にヨデを、再興。 1555年には、石山本願寺下の寺内町として取り立てられた。海塚寺内は1577年の西風めの、際に一度全焼したものの、1580年には、両親と門徒たちによって復興を遂げ、1582年に、豊臣秀吉から寺内所役免許の主委員長が、両親に下布された。1580年の石山合戦敗北後、本願寺の権威は、 木の国の詐欺森御坊に撤退していたが、1583年7月に、貝塚御坊へ移り、1585年8月に、天馬本願寺へ移るまでの約2年間、貝塚御坊は、本願寺教団の拠点となった。貝塚御坊は1607年に、西本願寺の順序から、岩泉寺の寺号を授けられた。なお、岩泉寺は1602年の、 本願寺東西分裂以降も江戸時代を通じて東西県体であり、両本山歴代門主の絵像を造している。明治以降も東西両本願寺に属していたが、1951年の宗教法人法施行によって本願寺派寺院となり、現在に至っている。占い繁華二代の領館は貝塚寺内の資料家を目論んだために住民の反発を招いたが、1610年に、 徳川家康から寺内書役免許の国印状が領館にカ付された。なお、六百十三年には家康の指示によって海塚寺内に三県幅の集合が掘られており、大阪の陣においても徳川方に協力的であった。以降、八百六十五年に大阪町奉行支配となるまで二百五十年以上に、わたって十字の占い繁華が海塚寺内の領主となって、 自治を行った。ただし、自営機能は持たず、町の出入り口に置かれた板書には、貝塚寺内周辺の農村を半量とする、岸和田藩の足軽が詰めており、目と鼻の先に、城下町を構える岸和田藩の監視機関となっていた。なお、貝塚寺内北端の堀波橋から、岸和田城下南端の寺、前橋まで700メートルほどしか離れていない。また、 岩泉寺の法恩公は大規模なもので、岸和田藩が岩泉寺への参詣を控えるよう両民に触れ書きを出して警戒するほどであった。本堂、表門などの建造物は国の重要文化財に指定されている。現在の本堂は1663年の混流だが、老朽化のため2004年9月から2011年3月まで、藩解体修理が行われていた。重要文化財指定。 ありがとうございます。